はいどうも、国蔵です。ミニオンではボブが好き。今日も、いろいろ語るよ。よろしく。ロサンゼルス在住の、サトシ・キリサワが、ジャズのグループとかそういうことについていっぱい語っているので、そちらもぜひご覧になってください。後でリンク貼ります。さあ、昨日一昨日としていろいろこうね、プレイを自分のこう、まあ、ギターとかそういうのも含めて、タイミング、まあ、ノリというか、それをこうチェックしたね。100分の1秒、1000分の5秒だからその半分だね。まあ、もうちょっと細かくも、曲調と、そうだな、いわゆるノリの感じで、遅くしたものもあるんだけど、基本、100分の1秒近辺で、こう前後する。この画面の端がこう、ね、白の頭だとこっち向かって、このギリギリいっぱいまで演奏するタイム、そのタイムの中、それこれ自体は、揺るがない。この幅は変わらないんだけど、一泊の、150とか、まあ200とか120とか、そういう、それは次のクリックが来るまでの時間はその変わらないんだけど、それに対して、どのように、乗っかってるか。古田隆さん、椎高さんとスタジオワークなんか一緒にやると、その2小節クリックを聞いてる時だけ僕らはこの、クリックを上げてて、その後は下げます。なんでかっていうと、そのクリックに対して椎高さんはいつもここにいるのね。だからなんて言うんだろう、決して走ってるわけじゃないんだけど、もうここにいるんですよ。このぐらいのところにぐわーっと。だから、まあ、こっちが前っていうか、そうだとすると、こう、カッ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 って。ここが結構つんじゃないね。こう、グッといる感じですね。これは、すごいなって思ったんだよね。ベースのミッチーさん。あの人も、まあ、データを見たわけではないですし、でも一緒にやるといつも、その、すごいグルーヴなんですよね。もうミディアムの、だっ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 、まあだから8分9分、8分音符だっだっ、まあもう4拍子のこのこういうミディアムぐらいかのその、一番オーソドックスなパターンがすごくこうすごくグルーヴする、鳥肌立つぐらい素晴らしい。ぜひこの一回そのデジタルデータ上でねどうなってるのか見てみたいなと思うんですけども、今度やってみようかな。それね、そういう人たちのプレイをこう解析する、さっき言ったそのジャズのノリを科学するっていう本も、もう前半ほとんどその、デジタル化して、可視化して、つまりこのリズムの柱に対してどういうふうにプレイヤーがいるか、面白い、実に。スイングしている曲が、まあ何曲かあったので、それを、おのパーツ、ベース、ドラム、まあ自分も含めて、こう、場所をちょっと動かしたりしてみたらね、すごいよ、これ。そのさっき言った1000分の5、秒、前に、100分の1秒前に、1000分の5秒後ろに、100分の1秒後ろに。これはまあいろいろやってみて、面白かったね。やっぱスイングはその前にするっていうとすごくいい感じなんでね。そしてここからが面白いんだけども、例えばギター
ベースドラムの、音の出が、本当にぴったりっていうのは、ことスイングしてるやつに関してはあまりグルービーじゃないだね。面白いよねこれね。だからそう打ち込み的に作ってあるものはもうデータバッチリ揃ってるわけじゃない。揃ってるからいいかっていうとどうもそうじゃない。いろいろ比べてみてね。だからアップテンポ8でも、スイングしてるビートでもそのアップテンポの時は、結構その切っ先まあまあこうクリックある録音の仕方してたからクリックギリギリかちょっと前そのさっき言った100分の1秒前ぐらい。これはデータ全体を、まあ、一小節ずつじゃなくて、曲通してのデータ全体をこうあのこう前にやったんだけど、これもうそのプレイヤーの精度が、つまり一定のプレイをしてるっていうことが前提で、だからどっかでこけてたらまあそれはもう全然和訳者になっちゃうんだけど、そういうことをなしに、できる。不思議です。水江くん、水江洋館くん、ね、洋館がいますが、彼がまあ一人録音とかするときに、必ずやるのがこう、例えばタワーオブパワーみたいな、こう、ファイブホーンのあの、アンサンブルをこう、録音していくときに、必ずこの、こういう縦線っていうのはこう、こうじゃなくて、なんだろう。この楽器は前、この楽器はちょっと後ろみたいなやり方をするっていう話を、ああそうだねって、実際ぴったり揃ってるからいいかって言うとそんなことないし、実際タワーパワーのあのアンサンブルを聞いててもそうだねってこうラッパがこう言ってて、でバリトンもこう言ってるけどこう真ん中の辺はもうちょっと落ち着いてるとか、それがなんか絶妙な、こう、グルーヴ感が出るような気がします。まあ実際そうなってるから、そうなんでしょう。例えばリードプレイヤーがいて、その人に合わせる、この人の、こう、その出るタイムっていうのは、ここだなっていうので、予測して、予測かな。まあ、要するにクリックも、聞いて出したらもう遅れてるわけじゃない。だから予備カウントがあるわけで、カッ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 パってその次の、小節というかそれの音をもう、ここだって言って音出すわけですよね。でトランペットみたいにこのまあまあ割と上の音域をやる楽器ってのはまあこう音の発音も早いからのね、トロンボーンとかチューバとかそういうまあユーフォニオンとかそういうのになっていけばどうしても、こう、ちょっと遅いと思うんだよね。で、待ってなっちゃうから、失礼。それを予測して、早く出るっていうのが正しいのかな。でも、ここだっていう、その、音の出し方をするっていうのが、まあ、やってますよね。バリトンホーンを吹くときは、やっぱ、そういうつもりでないと、全然、こう、遅くなっちゃうしね。トロンボーンやってる人、それよりも、バストロンボーンとかやってる人ね。その、ここっていう思ってるところで音出してるのが、どのぐらい、ビハインドなのかっていうのは、自分で知った方がいいと思う。やってみるとわかるんだけど、そうやって、例えば、クリックと自分だけでこう、なんか、吹いたやつを、撮ってね。それを、デジタル解析してみればいいんですよ。ほんと。恐ろしいです。まあもうそういう時にピッチとかそういうこともなんだけど、とりあえず出てる。どこに自分の音がある。どこに、どこで発音されてる。さて、どうでしょう。100分の1秒早く演奏しろったってまあ無理だと思うんだよね。どうすりゃいいのかというのは、その、聞いてから吹くなとか。聞いてから吹くなってさっき言ったね、クリックもこう感じて、でそれと重なってるだけじゃないよね。もうむしろ
もうほんのわずかこう前に自分が全てを引っ張っていくんだっていうぐらいのつもりで、ハイハットのトップシンバルの、そうだね、ビッグバンドで言えばフレディ・グリーンの場所、じゃあ1,2,3,4 タッっていうところをもう今ちょっと早かったねっていうぐらいの場所で、自分の、弾いたギターのこうプレイヤーと、この曲はものすごくこうツッコミでやってるけどどうかなっていう話を、まあ、エンジニアとしたら、いやこれはこれでいいんじゃないですか。それこそドラム、ベースで自分ギターとそのタイミングが全部こう同じで、データ的にもこういいよ揃ってるよっていう風にすると、あ、やってみたら分かったんだけど、何のこう突進力もない、その音楽としてどうも面白くない、特に僕が やりたいしやってるのはロックンロールなので、そういう傾向にありましたね。なので練習にメトロノームを使うのはまあ大いに結構です。プレイのこう正確さ、正確に演奏するための、指針として使っていいと思います。ただ、例えばテンポ60で、倍の倍とか半分とかを感じるように演奏するとか、一時こってやってたんだけどね、テンポ30、まあ、最近のはもう30とか、デジタルでね、メトロノームで出せるから30待てないよで、どうするかって言うと30で、まあそれが1小節だから120か、その感覚をこうキープするだけ、カッカッみたいな感じでね、こう、そうするとその間は自由じゃん、自由じゃんって言い方あれだね。だからカッ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 って言ってるんじゃなくて、カッカッカッみたいな、その中でこっからここまではまあもう自由なタワーって言ってて、着地がね、うまいこと言ってればまあ大体大丈夫だと思うんだけど。